自分はあまり詳しくないんですけど、その人数、あの決算書っていうのに人数って載せないんですよね。載ってない。載ってないですね。はい、だから一人当たりの経常利益っていうのは決算書見ればわかるけど、一人当たりのっていうことはその社の人数がわかんないといけなくて、はい、その人数情報はどうやって入手できるのか。ほとんど電話で教えてくれます。大きい会社はね。大きい会社は決算書は退職対象表のね、一番下が総資本って言うんですけど、総資本が今200億だったかな、100億だったか以上は新聞に載せろって言ってポリスができてるんですよ。で小さくね、名刺の半分ぐらい決算書が新聞に載ってる。で電話でね、すいません、お宅の決算資料新聞で見たんですけど、従業員さん何人ですかねって言ったら、正社員何人でパートさん何人ですって言ってね、パートさんで大体まあ7分け以下ね、そういうふうによるけど、パートさんは20人おったら15人の正社員ぐらいで換算してね。それから企業調査会社の会社年間が売ってるから、あれの大概載ってる。そこリサーチと帝国データバンクになると年会費いくらかで一件聞いたら千何歩で聞けるのがあるんですよ。インターネットみたいにね、あれに入ればもうすぐ分かります。中小企業はやっぱりデータバンクと中小企業証拠リサーチが強いですね。上場企業は日経が強い。それでいいですか。はい、はい、あとお一人だけ。はい、最後のセッションで戦略作りと食べるというセッションだったんですけども、はい、あれ、今から私やるとしたら3年から5年かかるよって話ですよね、はい、あれを短くするのは努力すれば短くなるんだと、はい、もうやっぱ両稽古してね、もっと聞くの回数を、うん、じゃあその勉強する量を増やす、そうそう、勉強回数、それだってもやっぱり頭が追いついていくのは時間かかるけどね。やっちゃならないことだけはルールを変える。こうしたらいかんということだけはきちっとやっぱレポート用紙に自分で書いてね。それやらないと、やっぱり大失敗する。それで、ちょっと経営が不景気になったりすると赤字になるでしょ。小さな赤字では潰れませんよ。会社が潰れるのは本業以外余計なことをやってみんなです。10件潰れたら8件は、ね、余計なことやって潰れてるんですよ。赤字が出始めたから、それを赤字を消すために本業以外のものを手出すんですよ。本業の改善じゃなくて。ですから、うん、やっぱり勉強いただいて、ね、ちょっとそうですね、まあ過去の経験にもよりますけどね、5年前からだいぶビジネス経験終わりでしょ。はい、少しは。40歳ぐらいになったらやっぱりビジネス書なんか全部読んでこられてるから、そういう方だったらあとは早いです。ありがとうございます。30代の初めの人だったら基礎知識ができてないからね、やっぱり経常利益と純利益の区別がつかないとかね、これは何ですかっていうのね、そういうレベルだったらやっぱり3年ぐらいかかりますね。35歳から40になられて、まあ、ビジネス書年に10冊ぐらい読まれた生活を10年ぐらいしてやれば、大体基礎知識は頭に入ってるでしょ。そうするとあとは早いです。いちいち説明する用語に、用語がこれ何という意味かなと考えるともう思考が停止するんです。そこで自己資本って言ったら貸借対照表のここにあるわけですね、書いてあります。だから自己資本、一人当たりの自己資本って言ったら、これ合計を人数で割ったんだっていうのもパッとこう首を巻くときは思考が止まらないでしょ。自己資本、資本金のことか何なのと思ったらもうそこで頭が止まっちまうんですよね。だからまあそういうこと、基礎知識ある程度あれば、まあ、3年あれば結構いけるんじゃないですかね。それも3年かかるね。やっぱり1年半は最低かかります。うちでね、フルセット150万ぐらいするんですけど、150万お買いの方随分あるけど、行動に結びつくので一番早い人で 1年半です。一番早い人ですよ、ほとんど2年かかる。それはもうずっと聞いて1年半かってる。さっきの古川さんなんかでももう
自分の生活費はもう出せない状態の切羽詰まった状態でもやっぱりね見れなかったね、うん、それぐらいやっぱ大変、まあ、福岡さんの場合はあのマンションの営業を中心にやってたので経営用語はあんま知らなかったんですね、ビジネス用語をね、営業一筋の人はいいけど経営用語知らない人、はい、僕はもう一人いらっしゃる、こっちの方どうですか、こっちの方、はい、はい、内容ですか、